ロベル・オーガスタ・スリーブ。ロベル・オーガスタ・スリーブは、イギリスの貝類学者、著作家である。ロンドンのラドゲート、ヒルの織物商の家に生まれた。ロンドンのストックウェルの学校を出た後、13歳で地元の食料品店の徒弟として働いた。たまたま貝殻を購入したことから、生涯を貝類の研究に捧げることになった。1833年に、ケンブリッジのイギリス科学振興の集まりに参加し、パリを訪れ、科学アカデミーで軟体動物の分類に関する論文を読んだ。ロンドンに戻って最初の著作、Conchologia Systematicaを出版した。1842年に博物学標本の取引を始め、オランダの役人、ファン・リデルがモルッカ諸島で集めたコレクションを販売した資金で、ロッテルダムで博物学標本を買い付け、友人の援助を受けて、ロンドンのストランドに販売店を開いた。1843年から、著のConchologia Iconica、or Illustrations of the Shells of Molluscous Animalsの発刊をはじめ、この著作は20巻に達し、約27000の図が掲載された。1846年に、ロンドン輪廻協会のフェローに選ばれ、1853年に、地質学会のフェローにも選ばれた。1850年から1856年の間は、リテラリーガゼットの編集者、出版人を務めた。1858年に創立した出版社は後にエルリーブ&CO という社名で1980年まで営業を続けた。その他の多数の著作のリストはスペイン語版ウィキペディアを参照。ありがとうございます。